わたらし、こんにちは。はい、本日4月19日金曜日なんですけれども、こちらブラジルではセスタフェーラサンタ、一般的にはですねイースター休暇と言われる祝日となっております。で、現在僕の家の前の広場、プラサにいるんですけれども、こちらの奥でこれから教会のミサですね、ミサという式典ですねが行われますので、少しずつ人が集まっております。で、このセスタフェーラサンタ、英語とか一般的に言うとイースター休暇ですが、キリスト教圏のその国々では非常に一般的なもので、毎年カーニバル後1ヶ月半2ヶ月後ぐらいをめどにですね、イエスキリストの復活祭という形で、金土日と金曜日が祝日になって、で土日といった3日間の祝日が設けられるようです。それで、本日はですね、キリスト教の方々にとっては非常にこう一大イベント、ビッグイベントなので、皆さんこちらの教会に集まってきて、これから皆さんですね、参列のような形でそういったキリスト教の行事をですね、イベントをしていくようです。なのでその様子をお伝えしていこうと思います。はい、こんな感じになっております。はい、そしてちなみに本日この金曜日、セスタフェーラサンタ、イースター休暇ですが、キリスト教圏の国では一般的に肉を食べてはダメな日です。なので昨年はですね、ある家庭にお邪魔させていただいて、バカリアンと呼ばれる、タラですかね、そういった魚を食べさせてもらいました。このようですね、日本人には、日本ではなかなか馴染みがないんですけれども、こういったキリスト教のイベントがあるっていうこともせっかくなので知っていただけたらなと思います。まだ始まりそうにはないんですけれども、もう少し待ってみようと思います。はい、続々と教会の中から人が出てきております。はい、それでは今音楽が流れ始めて式典が始まった模様です。Jesus ou Barrabás? Perguntarei novamente: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E o que farei com Jesus de Nazaré? Que mal ele fez? Assim na terra como no céu. Amém. Cansados de carregar o vosso fardo, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração. Oremos agora neste momento, início da nossa caminhada. はい、今からですね、皆さんで、キリストの後ろをついて歩いていくっていうような感じで皆さん歩き始めました。こちらですね、大行列となっております。Padeceu sobre o nosso nariz, foi crucificado, morto e sepultado,
い、それではちょっとこの行列に先回りして撮影していこうと思います。あら、違った。違いました。予想と反対の方向に曲がっていっていました。おっと、遅れてしまいました。追っかけていこうと思います。Seu filho, contemple sua mãe.